本日は五行棚のお墨の稽古になります。亭主は墨取りを持ちましたら、式合わせから右側に寄りまして、そして墨取りを置きます。墨取りの置き場所、五行棚の右手前になります。式合わせ左足で越えて、次は背起です。式合わせを越えましたら右直進、左直進、そして斜めに座って左手で式合わせギリギリの立て付けのところに置きましょう。この時ハイサジが縦になっておりますね。手前座して、お羽からお羽は地板のところ真横に置きます。右手で交互を持ちまして、左手扱って右手で地板の左隅、左手副座を持ちまして、そして層にさばきましょう。この時の右の肘の角度、直角です。右手の人差し指スーッと一文字描いて、そして釜の蓋の上、釜の蓋はびっちりと締めましょう。その副座、左手のひらに打ち返して、上肌持って、副座は腰につります。右手肝を取りまして、胸の前で2つに割って、そして肝付けに取り付けます。音を極力立てないように気をつけましょう。そして胸元から上かましみ息を取り出します。左手で斜めに置きましたら、両手両膝深く折って、右左と風呂の方に近寄って、そして肝をしっかりと持って釜を持ち上げて、上釜式の上に、一旦肝はお釜に預けて、両手両膝の上、そして立て付けの方に体を寄せましたら、ぐーっと釜を引きずって肝を取り外し、胸の中央で2つ合わせて、左手縦に持って、そしてお釜の左側、両手両膝しっかり覆いまして、そして手前座中央に戻ります。お羽を取りまして、昇脇をいたしましょう。右側から1、上2、左側3、そして今度正面4、そしてお羽は地板の元の位置、右手で火箸を取りまして、右膝がしらについて、そして火箸取り直しまして、元火の手前のお墨を向こう側にして三角形に作ります。火箸で胴墨を取ります。左手もしっかり胴箸を持ちまして、そして三角形の手前のところに胴墨を置きましたら、次に丸ぎっちょ、丸ぎっちょ縦にして、そして胴墨の左側から立てかけます。次は割りぎっちょ、割りぎっちょも縦にして、皮目は手前、丸ぎっちょのお隣に、そして天墨を外して、次は管墨、胴墨の右側にかかるように、この次に枝墨、枝墨は持てる分だけ管墨の上、ここで天墨、最後に天墨、
管釣りの右側に、そして火箸は縦にスーッと離れて、お膝の右膝の前につきまして、手を上から持ち直して炭取りのお腹、右手でお羽取りまして中巻きです。2、3、1、お羽は元の位置、両手両膝深く覆って、左膝をぐーっと下げます。右膝はそのまま、左手で吐き取りまして、右手扱って、左手も扱って、右手深く持って、今度は右膝を下げまして、両膝を当てます。左手扱って、右手浅めに持って、お膝の前に吐きを置きましたらば、右手で肺差し持ちまして、左手が右手の上、右手スライド、左手は右手の手首を持って支えまして、そして月形に切りましたらば、その肺はお徳の向こう側に、左手が右手の上、右手手前にスライド、そして肺気は肺気の上に肺さじを置きます。右手肺気を持ちまして、左手扱って、右手深く持って、そして左手は左膝を押さえて、今度はそして左手で肺気を元の位置、そして左膝が上がって、お膝が揃います。右手お羽を持ちまして5ばきです。1、2、3、4、5、6、そしてお羽は炭取りの上、右手で交互を取りまして、左手扱って、右手のお蓋は、交互の蓋は右膝頭、右手火箸取りまして、下について、床について持ち替えましたら、お香を取りまして、一つは圧梅の上、もう一つは胴積みの上、そして火箸右膝頭で取りまして、手の向き変えまして、炭取りの中に火箸を置きます。右手で皇后の蓋取りまして、蓋が閉まりましたところで、お正客様からどうぞ皇后の拝見をと拝見を終わりますので、右手でちょっと受けまして、右手右膝を押さえて客付きまで回ります。客付きまで回りきったところで、皇后の向きを変えて、右手で正座に出しましょう。ヒリソト5目です。両手両膝深く覆って、手前座中央まで来ましたら、左膝から立て付けの方に行きまして、そして鐶を横に左手で取ります。胸の前で2つを離して、そして鐶付きに取り付けましょう。ここも音を立てないように、鐶をしっかり持ちましたら、袋の左側に来るようにします。両手両膝しっかり覆いまして、手前座中央まで体の向きを変えまして、お膝が手前座中央まで戻りましたら、鐶をしっかり持ちまして、釜をごとくにかけます。鐶は釜に預けまして、左手で紙釜式持ちまして、炭取りの上でポンと右手弾きまして、右手下から綿を持って懐中、ここで鐶を外しましょう。釜の位置を少し修正しましてから、鐶をねじりながら回し取って、胸の前で一つに合わせて、合わせ目右手でしっかりと輪を持ちまして、炭取りの中へ、左膝右膝下がりましたら、お羽を取って蓋を暴き、お羽は元の炭取りの上、左手副座を持ちまして、層にさばきましょう。右手の人差し指スーッと一文字描いて、そしてその副座は釜の蓋の上に、副
草で釜の口少し切りまして、福座は左手のひらに打ち返して上肌持って、そして腰に釣りましょう。両手両膝の上、一膝膝回って、吐息を取って、右手で深々と持ちましたら、左足から立ち上がり、くるりと向きを変えて懸垂回りで式合わせ、左足で越えて退出。亭主が式合わせを越えましたところで、お客様方向を取りに行きます。亭主は再び入室しまして、式合わせから座りましたら、両手で炭取りをしっかりと持って、背筋を伸ばして、そして左足から立ち上がり、くるりと向きを変えて、左足で式合わせを越えて、左足で退出。